大型の多年草である。まばらな穂にややまとまった穂が枝先に垂れる。ススキの名を持つが、それほどススキに似ているわけではなく、むしろ穂に綿毛がないところなど、はっきり異なった点が多い。名前の由来は、穂から油のような成分を出すためである。類似の植物は、多々あり、それらも油ススキの名に就職をつけて呼ばれるものがある。地下茎は、 ごく短く、少数の茎を立てる。茎は、分子がなく、高さは80から150センチメートルになる。節ごとに葉をつけ、葉芯は、長さ40から60センチメートル、幅1から1.5センチメートルの線形。葉芯の基部は細まり、特に茎の下につくものでは、はっきりした傭兵となる。葉は、緑色で、固めの紙質、葉表はやや艶があり。 趣味悪は白く抜ける。裏面には細かい池がある。下水は9から10月に出る。茎の先端から上に伸びたほは、数箇所から林生状に即死を伸ばし、それぞれの枝先にコボの束を一つずつつける。コボはその枝の中ほどから先端に近い部分にだけつき、それが軸に寄り添うようになるため、遠目では一つの束に見える。それぞれの枝。 それに保全体も先端に向かって次第に垂れる。コボは長さ6ト、mm、ル緑色だが紫を帯びることも多い。卵状楕円型で柄があり、長い柄のものと短い柄のものが一つずつ体になって生じる。いずれの第 4A からも長いの儀がまっすぐに伸びる。棒はここに見ると中ほどでくの字に折れた形をしている。上記のようにコボは 柄の長いものと短いものがそれぞれ同じ場所から体をなして出るが、それぞれのコボはほぼ同じものである。包み絵がよく発達してコボ全体を包んで、折り、喪失で、背面は丸く、表にはまばらな毛が生える。その内側には二つの小花が含まれるが、第一小花は耐火して不燃性。それらの森絵や内絵は膜質で透明。 第二小花の森へからは長いのぎが出る。火のよく当たる草地に生える。秋に帆を抜き出している姿はよく目立つ。ただし草地の繊維が進んで、すすき草原などになると姿を見せなくなり、定期的に草刈りの行われる里山的な草地によく見られる。日本全土に分布、国外では、朝鮮、中国、インドまで知られる。 日本では一般に、アブラススキ族とするが、オアブラススキ族スポンディオペガンとする扱いもある。後者は、この軸に関節があり、これが折れて脱落するが、アブラススキでは、関節があるもののそこで折れて脱落することはない点で、区別するとしている。アブラススキの名を持つ者には、オアブラススキ族のオアブラススキスポディオペガン。 シビラクストリンや、同族のミヤマアブラススキエス、ディープポペラータスハックがある。これらは、穂の先が垂れないのではっきりと、区別できる。また、ヒメアブラススキキャピリッピージュムパルビフローラーオイは、より小型で、穂が、まばらに散開する。その他、大柄なコボが枝先に集まるものでは、モロコシ属ソルガムの成番がモロコシエス。 ハロペンサパース、バリエーション、プリピンキムオイヤ、モロコシガヤエス、ニッティバムパース、バリエーション、モジュスオイガール。ありがとうございます。